こいつら育てる意味も込めて鉄大セール。マギューちっちゃすぎる暗い森、ちっちゃすぎるジャングル。マグそう、エアコンマグ、すごく簡単なやつマグ。まだ見ぬ土地を求めて突き進め、このワールドの全てを手に入れろ。目標は全バイオームでの建築だ。いざ世界征服クラフト。はいどうも皆さん、マグニでございマグということで、本日も世界征服クラフトをやっていきたいと思うマグ。よろしくどうぞマグ。世界征服やってまいります。ショートマグ。39のおじさんが語尾マグはきついマグ裏でね、ネザーの中をしっかりとつなげたマグよね。取引でもしようマグかな、取引でもしようマグかな、取引楽しいマグな。そういえば村人増えてるマグ、こいつら育てる意味も込めて鉄大セールマグ。なかなか稼いだマグな。まだチャンスはあるマグ、できる限り寝るまでに稼げるだけ稼ぐマグ。それはどうなったらペナルティーポイントが加算されるマグか。すごいマグ見てくれマグ、10スタックもあるマグ、16スタックを目指してるマグ。1、2、3、4、5、6、ここまでマグ、ここまでエメラルド満タンにするマグよ。今までで一番稼いだマグ、貯金もかなり溜まってきたマグ。雷が降っとるマグ、これは寝るマグ。おやマグ、よしやるマグか。今日は拠点制服の会マグ、いやマグマグありがとうございます。マグコメント欄でいろいろ指摘がありそうで怖いマグが、ここはポンちゃんに任せるマグよ。ポンちゃんには厳しめにしといてって言ってあるマグ。ここがシュキリスマグな、シュキリスポイントマグな。でこっからさらにこっち行くマグよ。なんかここじゃない気がするマグ。行ってみていいマグ、これ忘れちゃったマグは。あ、ジャングルマグか。ここジャングルマグだ。ここいろいろみんなから案をもらってるマグ。地図に、この旗の色もね合わせていったらどうかとかね、いろいろいただいてるマグ、ありがとう。アドバイスありがとう。また余裕が出てきたらやるマグ。こっちじゃなかったマグ。てかここも良さげな交差点あるマグな。まあでもこんだけいてね、ウィザスケ出てこないのはもうダメマグな。実写消すと面白実況になるんじゃないマグか。実写消してみよう、実写消してみよう。こちら白樺の森バイオームマグ、ここ面白いでしょ。ちっちゃすぎるジャングルあるマグ、ちっちゃすぎるマグ、ちっちゃすぎる暗い森、ちっちゃすぎるジャングルマグ。ここはストーンシェアマグ、そしてここにあるのが白樺の森マグ。今日はここを征服していくマグ。ここが出入り口になるマグからして、この辺りになってくると思うマグ。ここだ、まずは軽く整地するマグ。うわー、片付け終わったマグ、綺麗になったマグ。ここにこれから建築していくマグ。僕の名前はマグニマグ、普段はノルマだけど本気出すといろいろすごい男マグ。よろしくマグ、今日はでも本気出さないマグ、声を高くしてみようかな。もうそれだと某有名実況者になっちゃうかな。チャンク表示させてもう建築始めちゃうマグね。ここ例えばここから始まったとしたら、1ジャンクを超えるとなったらこの辺りになるマグか。マス目を数えるマグ、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、マスマグ。ここは奇数がいいマグから高数のマグ、レンガで基本の四角作ることできたマグ。これからそこでも建築するマグかな。
建築建築楽しいなマグ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 ふうできたマグ一番下の部分が完成したマグよこれでね3人がね住める部屋になったのほらね住めるでしょ3人が住めるマグよすごいマグね仲良し3人組住めちゃうマグねでもまだ白樺は使ってないマグから一応扉と床は白樺を使ったマグここからもっと白樺を使っていくことになるマグなんか今までにない家って感じがするマグな僕の名前は何だろうどうもマグニーでございます。ちょっと迷走しておりました。血迷っておりました。いい感じの建物が出来上がってるでしょう。マグ？ダメだな。やっぱ語尾にマグつけようとするとどうしてもこういう喋り方になるマグな。一応2階にする予定マグで階段とか内装は後ほどやっていこうマグとかん。やっていくマグよ。今までにないアットホーム感出てるマグな。いいマグだ。なんかでもちょっとバランスが気持ち悪いマグよこれでどうマグあーいいマグなグッドマグなもうちょっと横伸ばしてもよかったマグなこれ今回しょうがないこれでいくマグよし続きいくマグいいとこまで来たマグ見てこれほら後ろシュルカーボックスもうほぼほぼ、出動したマグよどうパッと見いい感じマグ気になるのここの壁黒すぎるマグってとこぐらいかな上を見てくれマグそう屋上はのっぺりとした感じにしたマグ室外機が3台あってマグこれが貯水タンクマグ本当にアパートマグなで四隅にランタンを設置したマグこれで湧き潰しもできるマグ 1.18 ありがたい、1.18 で湧き潰しが簡単になったマグ向こうから室外機からはこうやって線が出てきてるマグその線に接続されたるはそうエアコンマグすごく簡単なやつマグここから、あそこまでの、道を、つなげて完成ってところマグな、うん、建築しながら喋るのは大変マグなおさら今日はしかもこんなだからなおさら難しいマグラストスパート行くマグよマグマグマグゴビマグは大変マグよ途中道を踏み外したがなんとか完成までこぎつけたマグ今回は今までと違って内装もあるマグ
まずはゲートからの道を見てくれマグ。外からの敵の侵入を完全に防いでいる、うん、と思ったら牛が侵入して寝座に行ってしまったマグ。ここがスタート地点だ。そして、このように進むことができ、その先にはアパートが存在するマグ。このアパートには3人のゴーレムを住まわせる予定マグ。すべての部屋に玄関、靴箱、上への階段、1階への入り口、リビング、クーラーがあり、ここに荷物を置くことができる。トイレ、そして上に曲がるとさらに勉強部屋があり、ここにお風呂があるマグ。そしてなんとここは寝室マグ。寝室には窓がついていて、ベランダへ通じる扉もあるマグ。この小さい範囲でいろいろ頑張ってみたマグ。ベッドの手持ちがないから設置はできてないが、これが前方マグ。すべての部屋で同じことが言える。さあ制服行動に移るマグよ。ここにするマグか。来い。この地図に、よいしょうえーやったマグ。今回一番遠いところをマグよ。今までで呼ぶことができれば万々歳、万々歳。あ、いけた。正直言っていいですか。正直言っていいマグ。正直言っていいマグ。めさめさマグ言いそびれてるんだけど、もしかしてすごいことになってる。今回のペナルティマグ。やべえ、また忘れてた。ラスト、ここに門番奥マグ。よっしゃー。うわー、今回は結構お気に入りマグ。個人的にもなんかようやく普通の家みたいな感じのを作れたマグ。拠点として使うには少し心細いマグが、全然チェストを置くことだって可能です。最後めでるやつ見てくれマグ。見てくれマグ、これが今日の完成した白樺登りの拠点マグ。なんとなく、なんとなく、なんとなくマンションじゃなくてアパートのノリマグな。昭和感漂うレトロなデザイン、白樺が最高に生かされたとってもいい建築マグ。はい、というわけで皆さんご覧いただいて誠にありがとうございますマグ。語尾になんかつけるのはもうコメントに書かないでくれよなマグ。明日の縛りはなんやろなマグ。Hold up.